平場弱いっすね。うわーくそーなんでだよ。うわー戻りてー。 YouTuber なんでやんなくてよかったのに。どうもこんにちは、新ダイアリーメンバーのトッキーです。どうもこんにちは、就活の支援をしているトヤンナと申します。株式会社ダイアリー、いや遠すぎじゃん。はい、ということで青山一丁目からすごく遠くてびっくりしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回の動画は今しかさんガチ面接企画となっております。就活において100以上の企業に断られた今しかさん、 YouTube を軸とした活動の中でトーク力をたくさん磨かれてこれたと、いやもうそれはもう磨きまくりましたよ。あ、本当ですか。はい、その磨かれたトーク力を武器に改めて就活生時代の面接をもう一度やっていただくっていうような企画になっております。はい、では今しかさん意気込みの方をお願いします。遠井さんはどこ出身なんでしたっけ？ P&G 新卒が P&G っていう会社で、はい、2個目の会社が、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーっていうルイ・ヴィトンとかディオールとか、はい、あとはモエ・シャンドンとかの会社って全部同じ会社なんですけど、そこにいました。なるほど。じゃあ今日合格もらえれば僕も P&G だったりに実際入れるみたいな、そういうことですかね。その基準でいきます。あそこ内定倍率1000倍とかで。いやでも次僕 YouTuber 辞めたら P&G にちょうど入りたいと思ってたんで、はい、じゃあその基準でいきましょう。はい、お願いします。ということでちょっと厳しい面接になりそうですけれども、すごい楽しみにしてます。なんか今しかさんって YouTuber として活躍し始められたのは就活終えてからなんですね。そうですね、本格的に始めたのは就活卒業手前ぐらいだったんで。ってことは実際就活してた時は YouTuber ネタは使わなかったってことですよね。そうですね、僕のアカウント見れば分かるんですけど使えないネタばっかりなんでなしでやってました。ということは今日は、はい、YouTuber 時代のネタはなし、最新情報なしで当時のままの学生時代の話を聞かせてください。はい、まずは自己紹介からお願いします。はい、神奈川大学から参りました、今しかと申します。学生時代は主に営業のアルバイト と、イベントサークルの、中心人物を担っておりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、学生時代に頑張ったことでいうとあったりされますか？先ほどご紹介させていただいたんですが、営業のアルバイトをしておりました。はい、その話をぜひもう少し聞かせてください。はい、某携帯キャリアの D 社で、ショップの店員として、店頭に立ちまして、いらっしゃったお客様に光回線の乗り換えだったり携帯の乗り換え、あとクレジットカードのご紹介の、営業をしていました。またショッピングモールでキャッチをして、ティッシュでキャッチをして、そこから着座していただいて、商材プランの説明して乗り換えていただくっていう、2つの、新規営業と、いわゆる来ていただく営業みたいなことを2つやっておりました。実際お取り組みされている中で、はい、なんかここは改善したいなとか気になるところってあったんでしょうか？改善したいっていうのは自分自身のことですかね？そうですね、業務周りとかでもいいですし、ご自身の振る舞い方でもいいですし。ああ、なるほど。最初のうちもう僕今もそうなんですけど、あんまり喋るのが得意じゃなくて、まず最初のところでいくと、もともとそもそも営業立つラインではなかったんですが、改善したところといえば、その社員さんだったりとか、同期の仲間と一緒に、ロープレをして、で、適切な商材だったりとか、こういう言い回しだったらお客さんが乗り換えていただく、購入していただくっていうトークフローを、身につけて、そうですね、成約率は上げていきました。で、結果的に、全体で多分100人ぐらいいたんですが、上位 25% ぐらいにはいったかなみたいな。このロールプレイングをしようとおっしゃったのは社員さんですか、はい、それとも今しかさんですか？それは僕ですね。さすがにちょっと初勤務の時に全く喋れなくてやばいと思ったので、はい、社員さんに頭を下げたりとか、同期の仲間に頭を下げて教えてくださいと、はい、言って教えていただきました。では続けてですね、はい、できれば自己 PR の形でご自身の経歴の中から PR をお願いできますでしょうか？はい、私の自己 PR ポイントは大きく2つありまして、1つは、継続力、もう1つは、そこそこ強いメンタルっていう2つにあります。継続力に関しましては、その営業のアルバイトも3年間、大学2年生から、2年間やっておりまして、大学2年生から4年生まで、月に8勤務から10勤務コンスタントに、やっておりました。また、高校時代も、栃木県でベスト8ぐらいに入る
まあ、そこそこ県立の中では強いと言われている高校で、まあ、厳しい練習も3年間耐えてきたっていうので、まあ、継続力は人よりかはあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、そこそこ強いメンタルに関しましては、昔からすごい怒られると言いますか、すごい厳しい家庭で育ってたりとか、その高校の野球部もまあそこそこ厳しい感じだったんですよね。ちょっと包ませていただきますが、はい。そこを、まあいろんなその理不尽だったりとか、そう嫌なことをされてきたんですが、まあ基本寝れば治ると言いますか、ケロッとしてしまうのは、まあ一つ、まあ会社で働く上では結構長所というか自己 PR かなっていうふうに思っております。ちなみにその厳しい環境なんですけれども、はい、例えば1年で何割離脱したみたいなのってあったりされますか？そうですね、1年で何割、部活に関しては、はい、30人ぐらい入部希望者がいて、はい、最終的に残ったのが20人、はい、3分の2か、3分の2で、まあ、厳しい家庭という家族の分に関しては、ちょっと、まあ、離脱のしようがないので。具体的にどういう厳しさなんですか？どういう厳しさ？まあ、礼儀とか作法ですね、どっちかっていうと。まあ、例えば、当たり前なんですが、箸の持ち方だったりとか、人のお家に上がる時の、なんていうんですか、靴揃えるとか、本当当たり前のことなんですけど、そういうのが本当にできてなかったので、厳しかったなっていうふうに思います。でまた営業のアルバイトの方に関しても、大体100人入ってきて残るのが大体10分の、あ、10人で言うんで、だから10分の1か、はい、1年続けられるのが10分の1って言われたんで、それは結構まあ継続力があるというか、はい、はい、実証になるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、改めてご自身の長所と短所っていうところで、はい、長所はもうお伺いできたかなと思うので、はい、短所も教えていただけますか？短所、そうですね、短所、そうですね、私の短所は、そんなに頭が良くないっていうところでして、言われれば分かるんですが、結構なんか衝動的に突発的に何て言うんですかね、考えなしで行動しちゃうところがありまして、うん、まあ、それがいい面につながることもあれば、うん、悪い時に出ると、そうですね、例えばで言いますと、何か人との約束と言いますか、あ、ここ行こうって決めてたんですけど、例えばゲームセンター行きたいって言ったんですけど、あ、やっぱり映画行きたいなっていう風に結構なんか人を振り回してしまう時もあったりとか、まあ、それが満足いく時もあれば、それでちょっと喧嘩になったりとかっていう時もあったりとか、あと、そうですね、突発的な行動で言うと、ハマったものにすっごくハマるんですが、あ、合わなかったら結構離脱するのが早いかなっていうふうには感じております。もしよろしければ、はい、この短所のあたりから失敗経験があれば教えてください。失敗経験で言うと、そうですね、プログラミングに大学3年生の時に、あ、当時すごい流行ってたんですよね、はい、はい、プログラミングブームみたいな、うん、これに乗っかろうと思って、自分も始めたんですか、はい、突発的にプログラミングの教材みたいなのを、まあ、いくらか買ってよしやろうと思ってやったんですが、結果は2日しか続かなくて、はい、考えなしにやってしまうのが、そうですね、良くなかったなっていうふうに感じております。そこからこう改善したりとか、その後どうしたみたいな話はあったりされますか？はい、改善で言うと、まずその本当に自分に合ってるかを吟味するっていうのを、身につけました。で、まあ、就職活動で言うと、しっかり自己分析をして、自分にこの職は合うのかっていうのはちゃんと確かめております。で、まあ、具体例で言うと、おそらく僕は経理とかそういうのあまり向いてないんじゃないかなっていうふうのは感じていて、どちらかというと営業職だったり、はい、マーケティング職に向いてるかなっていうふうに感じているので、今の就職活動としては営業だったりマーケティングを志望しております。それでは最後に、周りからよくどういう人と言われるかっていった印象の話を教えていただけますでしょうか？周りからは、笑顔にする人と言われております。お、その心を教えていただけますか？はい、昔からみんなを盛り上げるのを好きと言いますか、人を何て言うんですかね、笑顔にするのが基本好きで、はい、明るい人っていうふうに言われております。はい、ありがとうございます。それでは、こちらで質問を、打ち切らせていただきます。今日はどうもありがとうございました。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際やってみてどうでした？いやー、ダメだった。いやー、てか僕思い出したんですけど、普段動画全部台本作ってるんですよ。あ
いやだから台本ないとダメだったってことは今気づきました。くそー悔しい。アドリブは苦手なんですか？平場弱いっすね。ちょ今自分で喋ってて思いました。あとぶっちゃけちょっと言い訳になっちゃうんですけど、やっぱ学生時代のことを思い出せないなみたいな。あでは正直もう言い訳です、これは言い訳なんですけど、はい、ちょっともう薄れてきてますね。老いを実感しました。学生時代の方がうまくいきました。いや今の多分 YouTube YouTuber としての方がもしかしたらいけたかもなっていう風に。だからまあ次回はリベンジしたいですね。YouTuber の方が、はい、はい。ということで、これからじゃあ問いさんに一緒に働きたいと思ったかどうかを丸×の札を上げていただきます。でも×取ってるもん。いやそういうことで分かんないです。正直で難しいです。では丸×の札をお願いします。お願いします。惜しい。うわーくそーなんでだよ。はい、ということでフィードバックの方お願いします。はい、めちゃめちゃいい経験されてるんですよね。 ありがとうございます、はい、でなぜ今回推しになってるかっていうポイントなんですけど、最大の理由が一つあります、はい、自分の成果を自信満々に語るのが恥ずかしいと思ってるでしょ。そうですね。本当はものすごくいい成果あったんです。どこか気づくとかありましたか？どこですかね。10分の9辞めたバイトで10分の1に残った。この話を前面に持ってきて、私はとにかくタフな人間ですと、うん、そもそも喋りが下手なのに接客バイトに応募しました。もうこの時点でタフだと思うんですが、さらにそこが離職率がすごくて1年で9割辞めてますと。なのに私はまあ最終的に1割残った上でさらに上位 25% に選ばれましたって言ってたらもう通ってますよね。うわそうだったのか。そうだった。いやじゃあ本当にその切り口は今回、はい、あ確かにそうだなっていうのを初めて気づきましたね。でこれを掘ってくれる面接官だったら通るんですけど、掘ってくれなかったらなんかバイトしてたんだって落ちますよね。そうですね。何にも言えないですね。じゃあこれを就活生の時話してたら100社落ちることはなかった。むしろ1社で内定してた。うわ戻りてー。YouTuber なんでやんなくてよかったのに。最悪だマジで。だから結論は自分がいいとこ見せるのちょっとかっこ悪いって思ってませんかっていう話になってくるんですよ。正直なんか別にその大したことないっていうか、総計の人とかマーチの人ってなんか華々しい長期インターンで事業上げましたみたいな、 TOEIC 何点何点みたいなで比べるとちょっと弱いなっていうのはずっと就活生の時はモヤモヤしてましたね。ちょっと反省はしてました、大学生時代の自分の生活を。なんか引け目を感じてた。そうですね。めっちゃすごいと思いますよこれ。 ありがとうございます。だって 10% の上位 25% ってことはトップ 2.5% だけど、総計の人間までで学歴でいうとトップ 4% だから、それ以上の人間って言っても差し支えないバイトの成績を。あじゃあ実質総計みたいな感じですかね。実質総計以上。あよかった。なのになぜこれを見せなかったのか。もダイアリーに早く来れば救われてたのに。だから見せべた、もったいないっていうケースですね。全体的に目立ったのが、数字で自分の成果を表す準備をしていない、事例を見せる準備をしていない、この2点で、はい、やっぱ社会人もうなられてるので、あの昔のことを思い出すのは難しいっていうのはあると思うんですけど、この2つは準備すればできたはずなんですよ。自己 PR この話しようかなってことはこのエピソードを事例で出すべきだよなって、はい、もやもやって多分10分考えてたら通ったはずなのにしてないから、多分志望度低そうに見える。あでも確かに就活生の時もなんで自分が就活してるかがいまいち分かんなくて、入ったところでなんて言うんだろう、全然ワクワクしないっていうか、はい、で当時僕の世代ってコムドットとかが出始めた時で、はい、いや会社入ってもこいつらに追いつけないなっていうので、すごい就活やる気なくなったのを覚えてます。あじゃあそれが多分ちょっとひしひしと出ちゃったのかもしれないですね。そうですね。なんか志望度低いっていうのは、はい、結構就活最後の方めちゃくちゃ言われました。就活がうまくいかなくて YouTuber になったって感じなんですか？最初はちゃんと真面目にやってたつもりで、一応内定は1個取ったんですよ。だったんですけど最終面接3つ残ってたんで、あこれいらねえわって言って蹴った。あんまりなんか自分も向いてない職業だなと思って蹴らせていただいて、そしたら3つ全部落ちて、そこから全部やる気なくなってみたいな感じです。だから何がすごいって、そんなにパッションないのに2年もやれたってことなんですよね、就活を。そうです。なんか YouTube で食えるか食えないかちょっと微妙なラインだったんで、まあ、一応就活もやっとくかみたいな、そんななあなあでやってた覚えはありますね。例えばこれ全部組み直して今から私の言う通りやったら1社目内定するって約束していいぐらいですよ。転職しようかな。まず自己 PR を、自分はモチベーション関係なく働けるタイプですっていう。
だから自分の中でモチベーションが下がったからパフォーマンスが落ちるとか、モチベーションが上がったからうまく働けるというのはなくて、常に一定の成果を出すタイプですと。その根拠として例えば YouTube やってたんですけど、まあ、YouTube ってやっぱやる気ない日もある日もあるんですけど、コツ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 出し続けたりとか、就活もやる気がない時ある時あったんですけど、全く変わらないペースで応募し続けたりとか、そういう実績があるので、本当に成果は一定数出し続けますと。これはすごく強いんですよね。なぜなら職場の人間関係に惑わされないから。嫌な上司だろうが何だろうが、タフですっていう人は耐えられますって言ってるだけ、もう傷ついてるんですよ。でも今しかさんは多分傷つかないんですよね。モチベーションが下がって会社を辞めることがありえないですっていうのはめちゃくちゃ強いです。これを自己 PR にまず置く。で、学生時代頑張ったことについてはもう離職率 90% っていう職場でもう唯一、まあ、生き残ったメンツに残って、さらにそこで上位 25% の成果出してました、ちなみにこれ携帯のショップのアルバイトなんですけどって話してたらもう通りますよね。いやー戻りてーマジで大学生あの時 DM くれてたら、いやーそうですね。まあこれで、視聴者の皆さんが学べるポイントとしては、皆さんが学生時代振り返った時に、東大生ってなんかサークルのリーダーで、まあ、同じ部活6年やっててみたいな引け目を感じたとしても、実はものすごい売りになる項目が眠ってることってよくあって、こうやってお話を伺って初めてそれめちゃめちゃすごいよねって出てくることがよくあります。なんで自分を勝手に自分で責めて、絶望しないでください。どうすればいいですか僕これから。今でも YouTuber ですごい活躍されてるんです。今もう YouTuber で行く限りは行こうかなっていう感じです。もう戻れないんで戻れたらマジで就活し直しますね。どうすればいいですかね。転職はちょっと専門じゃないんですよね。わかりました。じゃあまた次回ですかね。次回です。転職チャンネルあるんです。 あります。キャリアジャンプの方もあるんで。あ、じゃあぜひそっちでお願いします。キャリアをジャンプしてもろて、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回は今鹿さんのガチ面接を見ていただきました。じゃあ最後にちょっと今鹿さんから全国のこう就活生に向けて何かメッセージがあればお願いします。はい、皆さん間違っても YouTuber にならないようにしてください、修羅の道しかないです最後にですね、旬ダイアリーでは今就活相談というものを行っておりまして、概要欄から LINE に登録できるので、そちらの方からよろしければ就活相談してみてください。また動画に出てくれる就活生の方も募集しております。そちらも概要欄の方チェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。